冬眠アルコール急速凍結機とは、これぐらい早いってことなんですよ。ではですね、実際に食品凍らしてみたいと思います。実際にこの瓶の状態でこのアルコールの中に漬け込みます。冷凍 OK。 はい、やってみました。この冷凍チャンネル、このチャンネルは冷凍の専門家である私が、おすすめの冷凍食品だったり冷凍に関するニュースをお届けしている、そんな YouTube のチャンネルになっております。今日はですね、何をやるかと言いますと、冬眠アルコール急速凍結機とはというのをやりたいと思います。以前の動画で、この冬眠で作った冷凍食品を並べている冷凍食品専門店冬眠フローズンのお店であったり売上ベスト5っていうのをご紹介したんですけども、その時に使われていたこの急速凍結、アルコール急速凍結機ですね、これについてですね、今日はでもご紹介したいというふうに思います。ということですね、急速凍結と一口言っても、実は凍結方式っていうのはいろいろあるんですね。でその中でも一番メジャーな主流になっているのは、エアブラスト凍結ということですね。エアブラストの急速凍結っていうのは、冷やした空気を食品に直接当てることで、より急速に凍らせるという、そういったものですね。空気を使って凍らせるので、やっぱりその空気っていうのは熱を通しづらいっていう効果もあるので、よりもっとさらに早く凍らせるっていう方法があるんですね。それが実はこのアルコール急速凍結ですね。冬眠っていうのがですね、テクニカンという会社が作っているこのアルコール急速凍結機なんですね。でアルコールっていうのはマイナス30度まで温度を下げても凍らないんですね。マイナス30度まで下げたアルコールの溶液の中に、真空パックした食材を入れると、かなり、急速に凍らせることができます。空気に比べて、液体の方が、熱伝導率が、20倍あるっていうふうに言われてるんですね。ですので、より早く凍らせることができるという、そんな感じですね。こちらはですね、テクニカンの凍眠ミニというものなんですけど、急速凍結機って、もともと、サイズがでかいとか、値段が高いとかっていうところで、やっぱりある程度の規模感の工場でしか使えなかったんですね。それがですね、この凍眠ミニっていう商品はですね、小スペース、小さいながらも、しかも値段も手頃というところで、小規模な、例えば飲食店さんとかでも、すごくね、導入が進んでいるという、そういった感じですね。で、実際これ中身どうなってるかと言いますと、こういう状態ですね。で、これがアルコールの溶液なんですね。これを冷やした状態で循環させることで、ここに食材を入れた時に急速に凍るという、そういった機能ですね。今マイナス28度になっているということで、普通の水だったら0度以下にどんどん下がっていくと氷固まってしまうんですけども、これがアルコールだからこの温度でも液体の状態を保てるということなんですね。試しになんですけど、水をパックしたものが入ってます。これを凍らせるとどれぐらい早いかっていうのを、ちょっとお見せしようかなと思います。これアルコールの中にこれ入れていきます。もう今こうやってるだけでもうすでに凍り始めてるんですよ。今風邪ですので10秒ぐらいでしたよ。そうですね、はい、めっちゃ早いんですよ、ね、こうやるだけで。今ようやく20秒ぐらいですかね。そうですね、はい、もうこれで、はい、もう表面はもう凍ってる状態ですね。凍ってます。これぐらい早いってことなんですよ。だから細胞が崩れにくくなるっていうことなんで、より急速凍結の方が美味しい食材っていうのは本当にこれは向いてるんですね。例えば生の魚とか生のお肉とか、とにかくその表結晶が大きくなることでダメージを落ちて品質を損ないやすいものっていうのが特に合ってるので、やっぱここがアルコール凍結すごい魅力的かなと思いますね。ではですね、実際に食材を凍らしてみたいと思います。サーモンとか、あとこんにゃく、生ハムですね。アルコール凍結の場合、やっぱこの真空パックするってことが大事なので、アルコールの冷たさを伝えるのがより真空パックになってる方がいいので、こういった感じで真空パックするってことがポイントですね。実際にこれじゃあ入れてみましょうか。はい、じゃあ入れてね。この状態で凍らせます。すでに色が変わってきてるんですよ。もう白くなってきたんで、これ凍っていってるんですよ、すでに。めちゃめちゃ早くないですか。すぐ耐冷することで、さらにアルコール凍結もさらに早く凍らせるってことができるので、こういう風にやっていくと本当に一瞬で凍るよっていうことなんですよね。はい、でもこれで
はい、凍ってます。めちゃめちゃ一瞬で凍ってますね。でも生ハムはもうこの状態ですね。こういう風にもう全体が白く綺麗に均一に凍ってるんで、まあ、ここもやっぱアルコール凍結の魅力かなと思うんですね。であとはですね、まあ生ハムみたいに、まあ、塩分とか糖度が高いものって凍りづらいんですけども、まあ、そういったものもアルコール凍結で一瞬で凍らせられるっていうのも、まあ、非常に魅力ですね。こちら大根ですね、まあ、水と一緒にもう入ってる状態で、まあ、凍らせたんですけども、まあ、もう凍ってますね。こういう感じで大根がちょっと分厚いので、まあ、多少は食感崩れるんですけども、まあ、こういった液体が入ってこう分厚いものも、まあ、スピーディーに凍らせられるっていうところも、まあ、魅力ですね。でもうこんにゃくですね、まあ、こういう感じにこんにゃくはこう全体が真っ白くなって凍るんですね。こんにゃくってやっぱ乾満凍結普通に凍らせるともうスポンジ状になってもう全然食感が悪くなるんですね。アルコール凍結の場合全く元通りまではいかないんですけども、滑らかさっていうのは実はキープできるんですね。解凍したらね、実は色味は元の色に近いもの、食感も元通りじゃないんですけど再現されてるってところがやっぱ凄さかなと思うんですね。あとはですね、実はこのアルコール凍結機でこのお酒も冷凍してしまうっていうことなんですよね。瓶の状態で凍らせるって絶対やっちゃいけないんですよ。中身が膨張して瓶が割れる恐れあるんですね。だけどこのアルコール急速凍結だとそのスピードが速くて、まあ、膨張を抑えられるんで、この瓶のままお酒を冷凍できるっていうところも実は今売りにしてるんですね。で実際にこの瓶の状態でこのアルコールの中に漬け込みます。でこの状態だと通常なかなか凍らない、凍るのにパワーがいるんですけど、アルコール凍結なのでこの状態でも早く凍らせることができるというところが魅力なんですね。でこれをやることで例えば酒蔵さんの、まあ、原酒とか一部のしか流通しないようなものがこの急速凍結することでより多くの人に楽しんでもらえるっていうところがこの魅力でもあるんですね。ということで、ね、今回はアルコール急速凍結機についてご紹介しました。で今回ですね、テクニカンの広報であるザタニさんに来ていただきました。今回は撮影でご協力ありがとうございます。はい、ありがとうございました。はい、実際のテクニカンっていう会社はどういった会社なんですか？そうですね、液体凍結機凍眠っていう、まあ、特殊冷凍装置を、製造販売するメーカーなんですよね。それが、まあ、30年以上、まあ、専門メーカーとしてやらせていただいてて、この折にですね冷凍食品の専門店っていうのをオープンしようということで凍眠フローズもオープンさせていただきました。テクニカンという会社としてはアルコール凍結機の機械を売られてるわけです。そうですね、もともとはその産地で業務用で冷凍して産地凍結で、今までの生よりももしかしたら鮮度がいいかもしれない。やっぱり生で流通すると日数だって鮮度が落ちるんですけど、産地で凍眠すると産地の鮮度が流通できるということで、陰ながら具材のサプライチェーンを支えさせていただいていたんですけども、はい、といった商品を並べて、あとは凍眠ミニはコロナ禍でこう飲食店の方大変なんですけど活躍をしていて、食品ロスを防いだりとか仕込みとかあと維新販売とかっていうところで支えさせていただいています。おう、じゃあ売れてますか、ね、あ、もうおかげさまでかなり購入いただいてます、はい、でも本当に小型化して例えば小規模な飲食店さんでも買いやすくなっている、設置しやすくなっているとですね。そうですね、どん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 こういろんなレイヤーで分けて工場向け、飲食店向け、あとはまあ家庭向けっていうのも今後やっていきたいなと思いますね。はい、実際私も工場とか冷凍食品の工場を見させていただいた時にアルコール凍結機置かれていることも多いんですけども、やっぱ品質がすごく高いっていうところは魅力的なんで、まあ、こういったものがねどんどんいろんな会社さんで工場で使われるといいかなと思うんですね。なのでぜひ皆さん凍眠で凍らせた食品食べてみてください。ということで今回はアルコール急速凍結機、凍眠についてご紹介させていただきました。ありがとうございます。はい、このチャンネルではですね冷凍食品専門家である私がいろんな冷凍に関する情報をお伝えしているんですけども、もし、皆さんこのチャンネルに興味を持っていただいたらぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。で今回のこの動画面白いなとか、感じていただいた方はぜひ高評価を、お願いいたします。じゃあ最後にちょっといつもの一緒にやってもらっても分かりました。はい、それではまた次回の動画でお会いしましょう。冷凍 OK。113品の冷凍レシピが掲載されている西川隆の美味しすぎる冷凍レシピ宝島社から絶賛発売中です。